お久しぶりです、赤澤さん。愛の巣にお邪魔しちゃって。っそんなことを言うものじゃありませんよ。鍵渡すほど仲いいんだな。うるせえ。幸せ者すぎるというか。ありがとうございます。絵の中身を見て仲良くしてるのは、それを全部ありえないとか言って否定する前に。そうかよ。私もマヒルンの料理食べる。マヒルンのお家にお泊まりするってことで、ヒルも OK してくれたから行く。心配しなくても。千歳さんのリクエストでオムライスです。楽しみだ。お、不意打ちはダメです。どういうことだよ。わからないよな。ほんとね。美味しかった。教えてくれた先生のおかげですね。でも学校のマヒルンってつまらなそうだから。あのマヒルンはすごく可愛い顔してるから、私はこっちの方が好き。マヒルンなら甘えればイチコルだよ。るようなことはありません。千歳から？俺のとって何の意味があるんだよ。クマさんですか？大切にしてくれてるんだな。そりゃもちろん。抱きしめて一緒に寝て。寝てください。いや、想像したらすごく可愛かったから。恥ずかしいことを暴露すべきです。赤澤さんにメッセージを送って聞きます。昨日だって写真を。もういいです。ああ。気にしないでください。